平野紫耀と森本慎太郎、やめジャニーと現役が織りなす新たな舞台、禁断のコラボの背後に隠された物語。こんにちは、尊敬する読者の皆さん。ジャニーズ事務所の舞台裏で何が起こっているのか、今日はその謎に迫ります。平野紫耀と森本慎太郎による禁断のコラボについての情報は、世間を驚かせました。 なぜなら、これはやめじゃにと現役じゃにのコラボが実現した稀な瞬間だからです。禁断の瞬間の幕だけ。すべては、平野の仕様のインスタライブから始まりました。その日、平野は普段通りにライブを開始し、まるで予告されたかのように、思わぬ電話が鳴りました。その電話を受けた平野は、自身の親友からのものだと言い,い、驚きと戸惑いが顔に浮かびました。 親友としての関係は深いものの、インスタライブ中に電話をかけてくるのは、ちょっとした驚きでした。しかし、この瞬間こそが、読者の興味を引く瞬間の始まりでした。電話の相手は、公には明かされませんでしたが、平野は彼の外見について、ゴリラっぽい方というか、顔がちょっとモアイっぽいというか、と語りました。 ファンや視聴者は直感的に、電話の相手がシクストーンズへの森本慎太郎であると考えました。事実、SNS のトレンドランキングに森本慎太郎が登場し、関係者の情報からも森本との確信が高まりました。ジャニーズ舞台裏の鉄壁。なぜ、やめジャニと現役ジャニのコラボがこんなにも驚きをもたらしたのでしょうかジャニーズ事務所において、 退場したメンバーが現役メンバーと共演するのは非常に難しいこととされてきました。その最たる例が、かつてのスマップへのメンバーたちです。オートレーサーの森克行が退場した後、ジャニーズ事務所のメンバーと共演したのは、退場から21年ぶりのことでした。このような現象は、ジャニーズ事務所の意向と影響力によるものであり、 テレビ各局がジャニーズ事務所の力を恐れ、退場したメンバーにオファーを避け続けた結果と言われています。しかし、今回の平野潮と森本慎太郎のコラボは異なります。その背後には何があるのでしょうか森本慎太郎の真摯な性格。その一因は森本慎太郎の真摯な性格にあると言えるでしょう。 彼は小学校時代、ジャニーズ事務所の創設者であるジャニー北川にスカウトされましたが、他にやりたいことがあるという理由で立った逸話があります。その実直な性格は今も変わっておらず、ジャニーズ事務所の監修にも気にかけず、平野潮との共演を受け入れたのでしょう。平野が上京した際に、彼と森本慎太郎の信仰は深まりました。 学年は平野が一つ上であるにもかかわらず、この友情は続いています。森本は2023年4月に放送された日本テレビ系のドラマ、だが、情熱はある、で、金プリの高橋山と共演しました。この共演は、ファンだけでなく高橋自身も驚くほどの出来事でした。ジャニーズ事務所の新たな局面。 最後に、なぜ今回のコラボが実現したのかを考えてみましょう。ジャニーズ事務所は長らくその意向を保ってきましたが、最近ではジャニー北川前社長の性加害問題に関する対応に追われており、その力が落ちているとされています。この状況下で森本慎太郎のような実直なメンバーが新たな局面を切り開いているのかもしれません。 このコラボがジャニーズ事務所の新たな展開を示すものであるかどうかはわかりませんが、ファンや視聴者にとっては楽しみな瞬間であることは間違いありません。これからもジャニーズ事務所の舞台裏で何か新たな出来事が起こるかもしれません。結論。 平野紫耀と森本慎太郎によるやめジャニと現役ジャニの禁断のコラボは、ジャニーズ事務所の舞台裏に何か新しい風が吹いていることを示すものかもしれません。真摯な性格を持つ森本慎太郎が、監修にとらわれずに、共演を受け入れたことは、ファンにとっても驚きの瞬間でした。 ジャニーズ事務所の意向が少しずつ落ち着いている今、新たな展開が待ち望まれています。私たちは、これからもその舞台裏で何か新たな出来事が起こることを期待しています。どうもありがとうございました。記事の文字数2062